ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。みなさん、ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニへようこそ。このチャンネルは簡単な日本語で話すポッドキャストです。みなさんは昨日何をしましたか？私は公園へ行きました。公園で本を読みました。とても面白かったです。さて、今日のテーマはお茶とコーヒーです。それじゃあ始まり、ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。皆さんはお茶とコーヒーとどちらが好きですか？私はコーヒーの方が好きです。日本人はよくお茶を飲みます。私も大学生の時たくさんお茶を飲みました。でも今私はメキシコのグアダラハラに住んでいます。メキシコはコーヒーが有名です。メキシコのコーヒーは安いです。そしてとても美味しいです。ですから毎日コーヒーを飲んでいます。私は7時45分に起きます。朝とても眠いです。ですから毎朝コーヒーを飲みます。でもたくさん飲みません。夜寝ることができませんから。ですから夜はお茶を飲みます。私はジャスミンティーが好きです。皆さんはコーヒーに砂糖を入れますか？私は甘い飲み物があまり好きじゃありませんから砂糖を入れません。皆さんは毎日何を飲みますか？ぜひ教えてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストミニ。はい、ということで今回のテーマはお茶とコーヒーでした。皆さん、わかりましたか？それでは引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね。バイバイ。